文化放送ではさ、ええ、ファミリー文化放送というキャンペーンやってるのはもう夜間ちゃんでも知ってると思うんだけど、まだやってるんですか。あれやってんだよ。もう言ってよ、そんな嫌なら。なんでそんな嫌なの。ファミリー文化放送夜間ちゃんいいじゃない。ファミリー、鍋おさみ家いやいやいや、いいやん。お父様お母様、いや何言ってるんですか。で君んとこは本当ファミリー渡辺家じゃん。それはどこだって言ったじゃないですか。でもなんかほら君んとこなんかすごいそういう意味ではさ、いい感じじゃん。そんな別にジェリー藤岡みたいなね、え、元のジェリー藤岡みたいなノリで売ってるわけじゃないですから。ジェリー藤岡さんとかはね、でも崩壊しちゃいましたけどね。いやでもあの、女の子大きくなるまで一緒にお風呂入ってたとかそういう話ね言ってたね。いや、かんちゃんって何日に1回ぐらい、お父様の元へ帰るの。決まってないですよ。これ聞いちゃいけないんだよこれ。結構意外とね、毎日帰ってるかもしれない。毎日帰ってないですよ意外と。たまにだからちょっと用事があったら帰るぐらい、はい、まああのヤラマファミリーのね、はいはい、やかんちゃんにもね、ええ、ぜひこのファミリー文化放送のキャンペーンにね参加してもらいたいのよ。あのしましたよ。ファミリーというのは家族関係を表したことわざ、まあね、はい、ファミリーとか家族関係を表したことわざいっぱいあるでしょ。ありますね。ね、ええ、今日はねやかんちゃんにね家族関係を表したことわざをね、ええ、まあ勉強してもらおうと、はあはあ、いうことだから。ただあのやかんちゃんに普通にことわざを教えてもさ、どうせ覚えられないから。覚えますよ。いや体でだから今日も。好きなことわざって何。あ、ちょっと聞こうかな、うん、僕ですか、うん、ことわざ出ないと思うんだよ多分。違うこと言うと思うよ。なんかどっかのキャッチフレーズかなんか言いそうだもん。僕の好きなこと、好きなことわざ、何。一触即発。一触即発うまいね。一触即発でも字書けないでしょ。一触どういう字書くの。それでもそう、四字熟語ことわざじゃないよ、ね、一つの、一つの食べるの、おいおい、それで即は、圧力鍋の圧に、圧に、食、そうですね、食、めちゃくちゃ一食、一食食べてご飯を、いいね、一食圧力鍋で食べようって、いい、おいしいご飯を食べようって、圧力鍋でと言葉じゃないですか。お、ダメだね、ことわざしたのにもう四字熟語が出ちゃったから。そうですね。だからね、とにかくね、ことわざはこれから言うから、やがちゃんその言葉通りにね、またあの体で試してあのことわざ覚えてくれる。まずは行くよ、こちら。血は水よりも濃し。血は水よりも濃し、わかるだろ。このことわざ知らないの。まあだから、だからね、え、何、鉄分の問題じゃない。鉄分の問題じゃねえよ。なんで鉄分の問題なんだよ。血は水よりも濃しって言うだろう。だから今教えてたから、血がね水よりも濃いかどうか試すから、はあ、ね、実際の血使うわけにいかないから、まあもうね、血とね同じ色のタバスコ使うから。いや、色、色じゃないですか。でね、タバスコと水とどっちが濃いかね、飲んで試せばいいから。わかりますよ、見れば。いやいやいや、まず水飲んで、見ればわかりますよ。次にタバスコ飲んでどっちが濃いか教えて、はい、ね、はい、教えて、はい、うん、はいって言っちゃいましたね、こっちもね。初めがお水ですか。最初水ですよね。最初水、水、はい、そう、そうです。水、あ、水、その水美味しい。あ、こ、甘水じゃないですよね、普通の水ですよ。美味しいですよ。美味しいだろ。美味しいですよ、ね、次、じゃあこのタバスコ、ね、タバスコはこれだって、ね、もうまだ飲む前にむせてんじゃないか。匂い、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 匂いでグッとくるの。いきますよ。いいよ、ちょっとグッといってみましょうか。グッとね。あー、いいね。でもなんかこうよどんだ感じがいいね。どうどう、まあ、いつもタバスコはもうネタとしていつも使ってるもん。うるせえようん、その声をね聞くのが楽しみなんだな、これな。どうしてだ、どうしてそういい声出したの。やっぱどう、はい、あの血は水よりも濃かったっていうことわざの意味、ちょっとそれを今体験しながらどういうことをこう頭に浮かぶ。これ、うん、これあの、うん、の喉に悪いってことですね。喉に悪い、要するに何、あの血は水よりも喉に悪いっていう意味なの。これ飲んじゃダメだってことで、飲んじゃダメ、血は飲んじゃいかんよと。んん、ドラキュラさん今後気をつけなさいと。そうそういう意味。ペンシルバニア地方向けのバカこちらですよ。バカだな、もうなんすかね、これはあの他人より血のつながってるものの方が頼りになると、ね、水っていうのは他人なんだよ。もう赤の他人ってことなんです。血っていうのはもう自分の血のつながってる親族だったりするわけだ。でもあるんですよ、血が頼りになると、で血筋はそれで争えないっていうことの意味もある。あ、でもあれですよ、ね、親から輸血とかしちゃいけないんですよ。なんで輸血でほら、あのよく A 型の人いませんか、うん、私がとかって、うん、親がドラマでやったりするじゃん、うん、あれダメなんですよ。なんでどうしてダメなんですって。なんかなんでよ。いや、献血キャンペーンやった時にダメなんですよ、うん、だから理由がはっきりしない。なんか血が濃すぎて聞いたな。濃すぎてダメなんですって。本当本当に、これ本当かな。よくでも親かなんかがあのドラマとかさ、あれだから映画かなんかで、あれ嘘なの。嘘なんです。あ、じゃあなんか僕言っていいの。日本赤十字の人が言ってました。え、じゃあ他人の血の方がいいの。そう、他人の血の方がいいんです。あ、じゃあそれを言葉にするとどういうふうになるの。え、やかんちゃん何型。お前一緒に聞くんじゃねえよ。A 型です。A 型、え、お父さんは何型。 B 型ですかね。
B 型。お母さんは O 型ですかね。あ、君やっぱり違う。違いますかね。前からね、君はね、鍋おさみさんに似てないと思ってたんだよ。おかしい。違う違う、君は違う。違いますかね。君はどっか違う子だね。橋の下で拾われた。よくそういう。おお、じゃあ違うんですか。私よく聞いてるのかわからない。行くぞ、次。続いてこちら。はい、割れ鍋に閉じ豚。割れ豚に閉じ豚。割れ豚じゃねえよ。割れ鍋に閉じ豚だよ。ね、鍋やかちゃんにぴったりのことはないでしょ、これ。鍋なんですか、まあね。鍋なんだ。ね、うん、早速体で試してみるからね、はい。割れた鍋に閉じ蓋をすればいいってことだから、つまり。なるほど、ね、なるほど。つまり、やかんちゃんの頭が割れるくらい頭を針線で殴って、ちょっと待って、ちょっと待って。その上に蓋として、金だらいを落とせばいいということだからね。そんなことないですか。ちょっぴり過激なんだけど、これ言葉ですよ。覚えるためだから、ちょっとやっぱ頑張ってもらわないとね。じゃあちょっと行ってみようかな、はい、スタッフね。どう今、うん、針線でね、針線持ったカーブさんでね、はい、まず割れ鍋作んないといけないからね、作んなくていいですよ。いや、作んないと、これはことわざを試さないとね、はい、うん、行ってみようかな、行くよ、うん、いいね、行くよな、最近積極的に自分から声出すようになっちゃう、ね、もう一つ、ね、もう一つ、ほら、もう一つ、ああ、いいね、いいね、金だらいだ、どうこれ、割れ鍋に閉じ蓋のことわざの意味分かった？分かった。どういうことこれ？どっちも痛い。どっち両方痛い。あのね、一度で二度痛い。だから他の人に頼んで、なんかちょっと試験受けてもらおうかななんて、そういうことになっちゃう。ダメだよ、そういう。あのね。ダメだよ、そういうことじゃ。そっちがダメだよ。でもやかんちゃん、正解は本に詳しく書いてあるじゃない。正解はね、本はいいの？あれビジネス。本はいいけど、放送はダメ？あれは高木さんと同じ。筋肉の達人でしたっけ？あのね、正解は、ファミリーの中でもお嫁さんに関するね、ことわざなのよ。あ、そうなんですか、これ。あの、お嫁さんにね、割れた鍋にも、それに見合う蓋があるというように、どんな人にもだね、その人にふさわしい、あの、結婚相手が見つかるもんだと。だから、あの、高望みして、富田靖子ちゃんがいいなんて言ってる、あの、鍋やかんちゃんにも、そのうち、ふさわしい結婚相手が見つかるっていうのが、割れ鍋に閉じ蓋だから。ね。諦めるなってことですね、要は。俺、でも、なんか違ってさ、希望があるんですか。ちょっと待って、ちょっと違う。これはね、希望がないってことなんだよ。希望がない。さあ、嫌な続いてこちら。言葉じゃないですか、それ。続いてこちら。言葉だな。かわいい子には旅をさせよう。ほう。ね。これよく聞くよ、これね。親がね、結構こんなこと言ったりなんかして、ええ、あの、苦労させたりするもんね。ええ、ね。だから、やかんちゃんにとってのこれ可愛い子ってはもちろんポーちゃんだから。ね。もうあの、ラジオ聞いてる人もおなじみ。ええ、じゃあその可愛い子供にね、紐をつけて引っ張って、遠くまで旅を今日はさせてあげるから。旅させない？ね。それだけ。だってあんま旅させないでしょ。なんか近場で処理してることが多いから、たまには旅させないと。テレビさんが旅させないと、お金使ってくださいよ、そういうとこには。たまには一番遠くまで何言ってんだよ。どのくらいまで行けるの、いいですよ、新宿あたりでいいですから、新宿近すぎるじゃん、近くていいですよ、やっぱ旅させないと。じゃあ北海道、ね、北海道すすきのぐらいまで、ね、いいね、すすきのもね、やった股間に、あの、ゴージャーに紐つけて、はい、まだズボン入りたい、遅いよ、スペシャルウィークなんだから早く進んだけどさ、ズボン脱げてどうですか、最後まで行けないだろ、どういう曲だ、何言ってんだよ、いてててちょっと待って弱すぎどうこれ引っ張って遠くの方に思いっきり、あ、まったく、なるべくあのさ、はい、離れてね、体からあのポコの先が、はい、そうすると遠くになってるわけだから、つまり、ね、ポコの先が子供だからね、言ってみれば、だからだいぶ今どのくらい遠くになった、今何センチ、どのくらい遠く、ちょっとだよ、何、あのね、うん、結び目がちょっと皮に挟まってですね、非常にいやいや、だからどのくらい遠くまで行った、体からいけいけ、ね、何センチぐらい遠く、 10センチぐらいですよ、近いな、それな、近いですよ、それ、ね、頑張ればもうあと5センチぐらい行くだろう、行かないですよ、え、持たない、それ寒いですもん、組織が今日組織持たないですよ、持たない組織、あのね、結び目が痛いこと、痛いこと、じゃあ、あの可愛い子に旅させた今の気持ちはどういう意味だって分かった、これ、うん、川は気をつけろと、川には気をつけろ、ぶっ飛ばすぞ、本当にこれは可愛い子だからって言うんで甘やかしていけないと、そうそう、辛い旅に出させて世の中の苦労を実感させようというね、可愛い子の川が、子供の成長をね、願うね、鍋おさみさんの気持ちなんだ、あの、たけしさんにね、隠しただけ、隠したという気持ちだよ、2人で今日は、さあ最後はこちら、地震、雷、火事、親父、
ね、これも意味わかるだろ。この世の中で一番怖いもんだ、地震、雷、火事、親父。わかるんだろ、分かって言ったんだと思うじゃん。どれくらい怖いのかね、実際にこれ体験しようね。スタッフじゃあね、夜間ちゃんを台車に乗せて思いっきり揺らしながら押して地震作ってくれる、まずはね。でその後は定番の爆竹を鳴らして雷、で最後はガスバーナーの炎で、あ、まだ最後じゃない、最後の一つ前はガスバーナーの炎で火事体験で、最後に親父の原骨として思いっきり一斗缶で頭を殴ると、ね、これ4段構えだから、じゃあ行ってみようかな、ね、じゃあスタッフもういい、大丈夫、まあ、スペシャルウィークだから、お、いいね、お、揺れてる揺れてる、うん、あ、揺れてる揺れてる、地震地震、うん、あ、雷が、雷も鳴ってんのかな、これ雷、雷、今ため息ついてるぞ、今きっと準備中、あ、今楽しちゃってるぞ、いいね、いいね、あ、雷だ、雷、雷、雷、さあ、ほら、今度はあの、あれだよ、火事、火事、なんていうこと、火事、火事、冗談じゃない、火事、火事、あー、バーナーだよ、バーナー、バーナー、バーナーそんなバーナーそんなバーナー、あ、じゃじゃ、最低のこと言いやしちゃったから、ね、親父の肩骨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 、あー、よしなさい、よしなさい、もうね、この意味聞かないから、じゃあね、さようなら、あ、いや、あれ？あれ誰だ君は？どういうことするの？あれ君は？あれ？何やってるんですか？マジで八王朝か今のは？え？録音か今のは？誰に言ってるんですか？録音これ、誰これ？びっくりした。びっくりしたこと、気持ち悪い生き物。誰にやってる？誰にやってるか分かってる？これ誰これ？どなたですか？なんでこんなことやらすの？誰これ？誰？ガラくん、カオちゃんは？ヤカンちゃんでしょ？うん？俺似てるな、ヤカンちゃんに。おい、もしもし？誰だ？お名前は？私、鍋おさみです。嘘、ちょっと待って、こんなことやらすの、いやいや、途中ですよ、俺のチンチンなんか引っ張ってどうすんの、なべおさみさんがボコにそんな引っ張らせたりするわけねえだろ、ひでえことしてるな、まったく、こうじゃなくても巨大だって言われてるのにこんなものまったく膨らんじゃって、え、いつすり替わったの、ちょっと待てよ、そんな中引っ張ったみたいな、また見せられたら、ひどいな、この二人は、あれ、どこに今さら隠れてんのこれ、今ね、この人からやかんちゃんが現れた瞬間、私ね、本当に中で幽体だびっくらこきじゃねえかよ、あれ声似てるね、スペシャルウィークだからってやらせすぎですよ、だけどどこで声が、え、お父様、お父様ですよ、お父様ですよ、お父様、どこにいらっしゃるんですか、お父様の息子様を引っ張ってどうするんですか、ほら、いいな、こんな冗談じゃないよ、本当にこっちこそ冗談じゃないですよ、何やってるうちの親に、どこまでやかんちゃんがやったの、いや、絶対ね、あの、いやいや、寸前までいたよ絶対一斗缶のところですり替わってんだよ、一斗缶ってどこですか、あの最後のあの親父の原骨、あれでもどこだろうな、これはだって本人が言うわけねえもん、これ正解を、ひどいですね、ひどいのはこっちの、いや、こんな風に騙されたまだと思うよ、絶対よ、あ、そんなに怒られたよ、いや一瞬 ね、 ね、あのお助けマンが録音だったのかな、でも、その間ちゃんと絡んでましたから何が起こったんだろうと、お前は鍋おさみさんじゃないんじゃないの、これすぐ近くが宮内庁でお堀端を偶然と歩いておりますが、お堀端を警護しているおまわりさんが私のチンチンを引っ張っている姿を見て、あっ、事務所に駆け入ってしまいました、まもなくパトカーが来る模様ですので急いで文化を横ちゃんいつも入ったんですか、ずっといましたよ、いねえよ、12時入りでいましたよ、ちゃんと、え、でもやかんちゃん、私はずっとほら報道部の方が見える席にいるでしょ、どこを通ってそのペデタルームに入ったの、鍋おさみさん、鍋おさみさん、俺のことはいなくなった、今なんかあのおまわりさんが近くを通ったから、いや、またね、あれね、結構近くにいてね、これで現れるんだよ、まもなく、え、付け抜けいいじゃないですか、自信がない、いやいや、どう考えてもおかしいだろこれ、え、でも今ね、雰囲気的にはなんか宮内庁とかおっしゃってたから、いや、それは嘘だろこれ、でも雨の音すごいね、そうですよ、なんでバイクだけ置き去りなんだよ、あれ、ほらほらほら、なんかもうほら、あ、そんなね、宮内庁のあたりがこんなすぐ来られるわけないんだもの、弱っ、あーもうひどいですね、どうぞ私の子にお座りください、どうしてそんな親子係でそんなそんな細かいまま見せるんですか、え、だけど最初スタッフが優秀だってことですよ、いや、だけどおかしい、信頼してください、ちょっと待って、最初は鍋おさみさんじゃないでしょ、最初は、わかったわかった、
お前もマイク持ってただろどっかで。いや持ってた持ってた。絶対持ってるよ。マイクはね。マイク持ってないじゃないですか。どっかでエアモニだけですよ。あ、分かった。あのねオペレータールームに隠れてた絶対。違いますよ。何を言ってるの。顔がもう絶対。隠れてた。おばさんの話を隠れてたのさっき。人を指さすもんじゃありません。いや隠れてた。隠れてたんだと怒られますよ。指さしたら。指さしてね。じゃあ。その屋根のとこでやったらどうなの。スパイダーマンじゃないんだから。今日のゴンゴン人の興味津々のファミリーは鍋おさみさんと鍋やかんちゃんなんですね。やだ親子忘れちゃったなこれ。じゃあ、あのしばらく、はい、しばらく、はい、あとあと CM です。残っててください。はいはい、よろしくお願いします。びっくり。